はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、レンタルサクチャレ最後ですね。6人目、挑戦回数残り1回となりました。で、今回も北摂キャラ4人を入れます。ちょっと北摂キャラ4人入れたねデッキがなかなかうまくいってないので、もう今回ラスト1人、ここで完全にねこの4人をはべらせて、レンタルサクチャレを終了したいと思います。で、今回の編成に関してはまたシドレミちゃんも入ってますけれども、最後の1人、今回はルカティンにしてます。まあ、女の子やっぱり全員入れて、まあ、常にねときめき練習ができるような状態にしていきたいと思います。まあ、それでやっていきましょう。今回はアイテムをちゃんと持ち込みます。最後の挑戦になります。よろしいですか？はいはい、というわけで、最後の挑戦が始まりました。で、今回のコンセプトはまあ基本変わらずやっていくんですけれども、やる気、やっぱりね北摂はやる気なんで、やる気の上がるアイテムを2つ持ち込んでるんで、今回赤爆弾多少無理します。で、まあ、2回爆発用のためにこの2つを温存する感じですかね。もう爆発まで耐えて、もし爆発しちゃったらやる気を一気にこれで戻すという方向でやっていきますので、爆弾に関しては少し無理していきます。じゃあまずは例によって評価上げ、うん、3人いる、こんにちは。評価的にはシドレミちゃんとルカティン、この2人を最優先に上げて、まあ、あとはときめき練習がちょいちょい発生するような感じを狙っていければと思うので、シドレミちゃんは確か割と評価高いで、ルカティンどうなんだっけ。で、他の3人のね、告白に関しては、まあ、基本イベント待ちというところでもいいと思うんですけれども、あの告白イベントを起こせばやる気が上がるっていうのもね、あのちょっとコメントで、まあ、確かにアドバイスいただいたので、それもいいなと思ったので、まあ、そこは臨機応変にやっていこうと思います。やっぱりつまりはやる気なんですよ。やる気を上げる、やる気の絶好調を維持するというのが、まあ、大切になります。で、まずはやっぱせっちゃんは上げておく、体力も今ないし。で、ときめき練習がとりあえず発生する状況を作っておく。で、ここでそうか、ときめきの上がり方によって1回で告白が起こるのか、まあ、2回必要なのかっていうのが変わってきますね。一応ここでも30上がるからね。で、ここで評価上がって経験点ももらって、まあ、スカウトさんが来てね、やる気も上げられますけど、いいよね、やっぱ早速来てるよね。これルカティン上げといてよかったな。行こう。ハッチの評価も上がる。9月の段階でこれだけの経験点が取れるのはかなり美味しいと思う。で、ときめきとかね、ここで全員上がるんで、うわ、もう来たよ。ちょっと最初はとはいえ最初はどうなの。いいね、メンタル来てるね。しどれみちゃんがまだ上がってないから、これはしどれみちゃんの評価を上げることも優先していこう。で、チェス、これ覚えてみようにしよう。どうなの、うん、謎の緑解くの。おっ、あれ、これもうさ、どうなってる、ときめき乗ってる。2回で全員乗るのか、入れてるから。じゃあここはもう女の子を手玉に取っていくか。あ、しどれみちゃんちょっとやっぱり足りないな。でもまあまだ10月だからね、これで乗ったでしょう、さすがに。で、プロテインは飲まない、最初は安定を取る。よし、お、いいねいいねいいね、しどれみちゃん上げた価値があった。ハッチがまだ上がってない。ただ国設の選手3人キャラは結構初期評価低いよね。まあ、そこをどうケアしていくか。まだ多分誰も乗ってないからね。ラブパワーってあんまり発動させたくないんだよな、結果やる気が下がるから。でもラブパワー中の効果高いからね。やばい、3人はさすがにやばくないか。やるか、行くか、行こう。まだ2つあるからね、やる気を上げるアイテムが。
無理する。で次は爆発しなかったらさすがに、さすがにちょっと待って、これやばくないか。爆弾が2回連続で爆発するっていうね、かなり危険なことも起こり得るからね。せっちゃんの方がやばい。せっちゃん爆弾除去する。でこれちょっと爆弾除去が優先になるかな。待って、軽減点見る。いや、やりてー、これやりてーわー。軽減点さばかないとね。敏捷がかなり有り余ってんな。でミート弾道はやっぱり3欲しい。試合が結構早いんで、でまだ敏捷余ってるか。まあいっか、これは攻めます。ラブパワーだし。で走塁は結構有り余っちゃってるけど、経験点見よう。500、3、4、500、あこっちだな、まあ、ハッチの評価も上げられるし、ルカティンのコツももらえるし。そうか、ラッキーボーイ持ってんだ。超ラッキーボーイもらえた。怪物になった。まあ、これはしょうがないっしょ。もうしょうがねえよこれ。しょうがないから、ここは一回戻そう。ちょっと待ってね、練習試合だな。いたら戻す、いなかったら地道に上げるっていうのはありだな。じゃあちょっと一回デートしよう。一回デートする。あ、ラブパワー中だ。2回下がるんだ。ラブパワーが切れたらアイテム使うか。逆気上がった、やった。これそうだよね、切れるよね。でそこから特に何かがあるわけではないので、ここも来てるわけではないでしょ。だからちょっと待って、ときめきで一回せっちゃんレッスンしよう。レッスンはやる気が上がることがある。よし、 OK。 練習レベルも上げておきたい。しどれみちゃんが大してやる気上がんないんだよね。ここは8か。いるな。使うか、ここは。あれ、ない。なぜ、あ、下がったからか。ときめきが下がったからあれになってんだ。そうか、ここをチェックするの忘れていたな。じゃあどうするっていう話。ちょっとさらにこっから爆発するのは怖いんで除去しときますか。まあ、最初の方で割と稼げたっていうのはいいかな。となるとまたときめきを上げる作業が必要になるね。代打出てきた。向こうも変えてきたな。ここはしっかり打つ。打ちやすい球を見極めて。やっぱりパワーねえな。まあ、別にここはホームランを打って経験点を稼ぐことが目的ではないので、評価を上げる、それだけ。さてってことは、どうなんだろうな。個人レッスンってときめき度上がるんだっけ。ちょっとやってみよう。レッスンレベルが上がってだけか。しかも1しか上がんなかった。入れてるんだったらなんか2上がりたいよね。じゃあ、りょーちんのときめきを1回上げますか。これで2人で告白。りょーちんは下なんで丸連打してるとそのまま事故る。よし、これで2人なんで、2人だったらまあいいでしょう。でここはどうしようかな。
ずっと丸にしちゃうか。ずっと丸にしちゃおう。ときめき度少し上げて、ただこれ乗らないはず。まだ乗ってないよね。さてそこからちょっと評価上げていこう。まあまだ12月だから。でボケ合戦、ここもヨーロッパ、ハッチを、ハッチじゃなかったらせっちゃんだよし、ここはせっちゃんで OK でしょ。で両親とハッチがまだ評価が、てかアンパンもないのか、なかなかだね。筋力が足りてない今回は。一回アンパンがすげえ働いた時はもう筋力余りになってたけど、今回は逆だな。どうしようかな。レッスンするか。ちょっとレッスンしよう。1回でロードワークには出る。でここも経験点、あと後半でどれだけ来るか。大凶とかひどすぎるんだけど。大凶マジでひどいよね。一応見よう。何もなしだね。何もなしだからここはデートして、せっちゃん、ま、経験点と体力アップを狙えるんで、まあまあまあデートはね、せっちゃんだったら全然いいと思う。さてまだやっぱりちょっと評価が必要だな。監督評価どうする。もう1回下がってるからね。やっとこう。しかもさっきなぜかおみくじのところで監督許可減らされたからね。でどう、来ないね。ここはちょっとさすがに消しにかかろう。で2月になったら、2月になったら3人目をときめき上げるか。でここは混ざる。どっちだ、ハッチ。よし、ハッチじゃなかったしで2月、ちょっとここら辺から少し慎重に。で、アンパンがもう乗ったから、これ3人で回していこう。ここは3人で回していくんで、ここが来てればあれだったけど、どうかな。まだアンパンも乗ってないのか。ちょっとアンパン乗けるか。これもねマジ謎イベント。この監督評価が結構下がるイベントがあるからね。今回うまくいったけど。でここはせっちゃんでしょ。よし、こっからよ、こっから、こっから。あふれはしないけどやっぱり上げとこう。守備で守備も上がってささやき。イベント見てないからさ、さっきの監督が出てきたのがなんで出てきたのかとかよくわかんないんだけど。何これ。あ、そうか、一般兵は名前ないんだ。全然気づかなかったな。合同練習の一般兵って名前ないんだ。知らなかった。デートしよう。体力がないから体力回復でした。体力回復しねえし、これ前もそう思った気がすんな。体力回復しねえじゃんみたいな。でこの子はねちょっとやる気を下げてくる可能性があるんだけど、成功すればなんてことはない。
まあ、成功すればいいんだよ、とにかくそんなの。121、176の70だったらこっちだね。さて今度は敏捷、余ってる。領地まだ乗ってないんだ。これ体力がもうないんで飲む。ありがとう、いいところに来てくれた。そしてメンタル、オッケーオッケーオッケー。せっちゃんのこのメンタルシステムいいよね、ほんと使える。これもなんかめんどくせえ、ラブでいいや。りょうちんか。さてさてさて来てるね。まあまあまあ、ここら辺はこまめに稼いでいこう。ホーム突入。よし、ここでやる気を下げられるとかなり悲しいからな。ラブパワー中で何にもないのか。ラブパワー中の何にもないのはちょっと勘弁してもらいたいな。デートしよう。これで4回目を番狂わせ、経験点は100くらい。さてこっから練習を見て来てればいいんだけど、特に来てるわけでもないんで。りょうちんまだ乗ってない。りょうちん、あれりょうちんって彼女になってんだっけ、誰が彼女になってんだっけ。りょうちんか。だからやる気を上げるための方法としては、ハッチはまだちょっと早いんだよな、さすがに。5月だと567の3ヶ月か。やっぱ4人にするのは5月だな。というわけでせっちゃんラストデートしちゃいますか。かわいい。せっちゃん何がいいってかわいい。あ、ここどうしよう。ちょっとりょうちんでもあげとく。危ねえ、監督評価が下がっただけか。やる気が下がってないのがまあ救い。だけど監督評価もう一回下がることを考えるとな。一回練習しといてもいいんだけど、特に何にもないから。じゃあレッスンでもやっとくか。2、よし。いや来ないね。来ないときはもうひたすらレッスンだな。と1アベレージヒッター来た。敏捷上げといてよかったけど、上げといてよかったけど、マジでもう取るもんがない。守備度、総力ブースト、一層も取ろう。かく乱も取る、打開も取ろう。よし、これでだいぶさばいた。はい、悪球打ち、マジでいらん。また来たか。 6% どうだろうな。200くらいか。プラスが200くらいで、次どうなるのかも分かんないし、あの爆弾がついてるわけじゃないからね。爆弾がついてるわけじゃないんで、で今からだとちょっとあれが発動しちゃう可能性があるんだよな。レッスンできない。いや悩むな。一回りょうちんとデートしてみよう。体力が回復するのかよく分かんないけど、体力を回復したい。とにかくどう、楽しんだっしょ。ダメだ。ああ上がった上がった。よしよしよし、まあ、30上がってくれればいいよ。5月か、行くか。これはときめき。ハッチ、火をつける。体力もマックス。告白、付き合おう。来ない来ないけど、まあ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 、メンタル補給を上げていきますか。
まあ、C くらいあれば十分でしょう。でルカティンコツ潰しておくべきだったね。まあ受けてくれたけどね。でみんなでビーチバレー。これ本当だったらさ井戸端が来た後に来てほしいんだけどね、全員。とにかく全員のときめきをあげるからのときめきブースト。トリックスター、トリックスターを直撮りするか。なかなかあれだね、爆弾来ないね。なんかみんな今回あれね、おしとやかだね。いや、おしとやかっていうか、なんていうの、シャイだね。ホーム突入とか本当にいらんわ。そしてこれ、お、良さそう。体力は減ったけど、まあ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 、ないないので、レッスンでもやっとくか。100、よし、来た。うわ、一気に一気に2人か。どうぞ。 3%、 まあ悪くない、経験点的には悪くない。まあ、B まで上げて、ちょっと肩も B にして、守備も C くらいにしとこう。でちょっとなんだっけ、怪我率が 3% あるけど、まあ、3% だったらやりましょう。 OK で次いい練習が来たらもうちょっと使っちゃう。どう500か、どうすっかな、危険だな。ここはもうマジで、ここ超危険だな。500ってか600いくよね。で通常の練習の便所合わせば700くらいあるか。でラブパがいけんだよねこれ。行こう。もうちょっと6月の3週なんで、890、これカンストしてな。ってことはやっぱ便所を使わなきゃいけないんで、効率よく敏捷を取ろう。速攻とか、本塁生還、盗塁で残り、うわ技術が足りない。プルヒッターって何気に敏捷を使うんだ、何気にね。プレッシャーランが44、どうだろうな。さっき何取ったっけ、要は技術がまた足りてないんだよね。ちょっと待って、一回解除して、技術を使わないで敏捷をさばけるやつ。フルヒッターとかも全く使わない、あっ窮地、全く技術を使わない。そもそもここで技術を使っちゃうとムードダメだから、プレッシャーランはまあまあまあいいか。超ラッキーボーイが30結局使うんで技術を、まあでも本塁生還は取っとくべきか。トリックスター、じゃあ盗塁かな、盗塁を取って26、あとはちょっとさすがに無理か、敏捷を使うやつは。無理そうだな。逆境、ホーム突入、代打、怪我しにくさも取ろう。これで筋力もだいぶよし、ゴー。カンストはしてないか、ギリカンストはしてねえよ。うわ火がついた、うわマジでやべえ、マジでやべえけど、いやこれやべえな。てかまたあれだな、結局技術が足りなくてさばけない病になってる。いや何もさばけねえわ、ガチでさばけない。一発逆転、また投手に行く。投手も基本だって技術必要だもんね。全開を取っておくか。でまたスタミナ上げ出す、毎回困る。
いや、敏捷だったら消すか。どっちが先に来たんだっけ。いや、この経験ってちょっと確かに魅力だけど、ちょっと敏捷がさばききれないんで無理だわ。あれ、せっちゃんが先だったよね。せっちゃんの爆弾除去しとこう。で、合同練習が終わって、よし、まだいける。まだいけるけど、結局、敏捷かいっていう。いや、どうする？どうしようもないんだよね。どうするもこうするもないんだよ。いや、ないわ。無理だ。じゃ、ここはちょっと、アンパン、爆弾除去して。りょうちんがな、来てくれればな、いいんだけどな。告白今来たのか。よし、体力は回復してくれた。これってさ、監督許可下がったらどうなの、この後爆弾爆発して。謎だけど。結局ね、バランスよく経験点取れるかどうかなんだよね。本当に経験点を叩き出そうとすると、いや、さっきのやつとかもさ、さばけてればさ、かなり経験点取れたじゃん。いや、敏捷ポイントがもうさばけないんで、ちょっと待って、打てない。いや、負ける。え、ちょっと待って、なんで、何が悪い。いや、何が悪いのか分かんねえ。パワーも悪くないしな。一本か、まあ、しょうがない。で、多分やる気が、ラブパワーが切れて下がるんで、そこをどうケアするか。お、びっくりした爆発したかと思った。で、なんもねえじゃんっていう。なんもねえな。どうすかな。りょうちんレッスンやって、ちょっと技術ポイント稼ごう。3、2、まあいいや。で、ラブパー切れちったよ。これってやる気上がる。上がった、よし、ありがとう。ハッチマジありがたいけど来ない。ハッチありがたいけど来ない。この時はもう一回レッスンだな。はい、2、まあ2上がればね、60くれるからね。まあ、そこそこ。で、この敏捷を稼ぐために敏捷を使う特殊能力を取る。敏捷ポイント、まあ、本類生還、これかなり敏捷を使うからね。高速チャージ、高速チャージもレーザービームも両方とも結局技術を使うんだよね。何やんだか悪くない。走塁ももう大してだな。てか、コツをつかんじゃってあるからね。でも、まあ、コツをつかめば技術も軽減できるんで、まあ、それはそれでいいか。こんなもんかな、これでいこう。で、このまま爆弾抱えたまま甲子園行くと評価下がるけど、この2人だったら一生別に、本当におまけだから。しかも練習すればね、評価10上がるから、戻せるといえば戻せる。で、それにはまず甲子園にやっぱ行かなきゃダメ。ワンアウトランナーなしという場面で海老名、これはいい当たりだ。いった、最後の4周でどれだけ来てくれるか。今日2打席連続でホームランを放っている、せめてときめきが起こってほしいんだけど。第2球、ここで女キャラが入ってるのはかなりでかいよね。これカザインが入れてると最後の7月のところで練習発生してくれないんで、確率がやっぱどうしても下がっちゃう。それを今回ルカティンだから、得意練習2種類持ちだし、可能性としてはあり得る。そして火がついた。登り竜を使って、こうでねえのかよこういうとこだよね、やっぱこういうとこで来てくれないと経験点は伸びない。
じゃあ消す意味もあんまないと思うんで、レッスンして経験値稼いでいこう。くれ技術1。あ、1だけどいっぱいくれんな。レッスンレベルが高いからもう上。うん、評価下がるけどちょっとくれる。ハッチ、ハッチ戻るっしょ。でもこれで大したデメリットではないよね。爆弾抱えたまま行ったとしても。でしかも甲子園ってもう大してときめき練習ができないから大して経験点もらえないんで、まあだったら評価上げるのにも努めても全然いいと思います。お待たせいたしました。2回の裏北摂攻撃に入ります。先頭バッターは海老名。初球、あ、これいかないな。ただし足は速い。やばい、点が取れない。え、なっ、いや足速いな北摂キャラ。足あった、これはボール球だ。取ってこれでスリー、やってしまった。8回の裏北摂攻撃に入ります。この回の先頭バッターはエビナ。初球を打ちました。マジかよ。これでワンナウト。これで決めないと。ノーアウト。これ入れ、入らない。やばい、ちょっと打撃がよろしくない。しまった、フォークだ。あぶね、ファール。しえ、こんなところで。やばい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 。湯葉、これちょっと待って、湯葉はもう変化球ばっかだから。1球目ストライク。ちゃんとよく見よう。第3球はインコークは嫌なんだよな。このまま簡単に追い込まれた。投げました。え、入る？入らない。怖い。たくさん持ってるのか。しかもフルカウント。ゲー、負けた。全然打てなかった。今回打撃がめちゃくちゃ不調だったな。これででもどのくらい出るか。5位。まあ、せっちゃんはねくれるっしょ。でハッチはくれる？多分これマックスだよね。でりょうちはくれない絶対。うん、こんなもんか。でアンパンどうなの？40くらいくれるとこれ多分マックスだよね。という感じ。これ1万か、結局1万か。敏将をさばけなかったのがちょっとかなり痛手だったな。前半調子良かったんだけどね。で結果これも最終結果になるんで、という感じですね。多分まあ3000に入れるか入れないかっていうくらいか。まあ一応そんな感じで、まあなんていうの、割とネタを入れつつやってきたんで、ガチでね経験点を伸ばそうとするとちょっと北摂4キャラはやっぱり厳しいよね。北摂2キャラで他女性キャラの得意練習を2つ持ってるキャラクターで固めるのがまあ一番安定はするかなと思います。まあ爆発を狙うんだったら北摂4キャラ入れてもいいと思うけど、いかんせん挑戦できる回数が少ないんで、6回しかできないんで、それを考えるんだったらちょっと安定の経験点を狙える編成にするかどうかっていうのは、まあまだね、挑戦回数が残ってる方は一応どういう方向で進めるか、まあ、選んでいけばいいと思います。まあ、自分の、レンタルサクチャレはこんな感じでしたということですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。